田辺北郎田辺北郎から1944年9月5日は日本の土木技術者、工学者、琵琶湖ソスや日本初の水力発電所の建設、関門海底トンネルの提言を行うなど日本の近代土木工学の礎を築いた。北海道間接鉄道付設部長として北海道の幹線鉄道開発に着手し、 カリカチ峠の名付けを行った。爆心、田辺孫次郎と吹子の長男として、東京市の根津愛前町に生まれる。生後9ヶ月で、父親が病死し、家督を継ぐ。叔父の田辺大地が、後見人となり、5歳から奥保一三歳より漢学を、福地源一郎より大学を学ぶ。沼津平学校一等教授に着任した大地に、伴って、明治2年に、 沼津に同行し、翌年同平学校付属小学校に入学したが、明治4年に大地が外務省に出資となったため、ついた一家も湯島天神町に転居し、近くにあった南部藩の教官義塾で、英語、数学、漢学を学ぶ。明治6年に、岩倉県王使節団の一等書記官として、要校していた大地が帰国し、横浜港へ迎えに行った際に、 外国帰船ゴールデンウェイ事号の機関室で蒸気エンジンを見たことで工学に興味を持ち科学者を志して明治8年に工学寮附属小学校へ転校明治10年に工部大学校に進み土木工学を専攻在学中に京都府知事北垣国道が先都で疲弊した京都の活性化のために門倉領位。 門倉素安時代からの長年の懸案だった、ビワ湖疎水工事を天皇家資金で断行することを知り、1881年に、卒業研究として、京都へ、調査旅行に赴き、卒業論文、ビワ湖疎水工事の計画を完成させる。後に、同論文は、海外雑誌にも掲載され、イギリス土木学会の最高賞であるテる、フォード賞を授与された。 大鳥ペースケ工科大学工学長の推薦により、1883年に、卒業と同時に、京都府の御用係に採用され、若干21歳で大工事である、琵琶湖疎水の担当となる。工事途中の1888年に、議員の高木文平と共に渡米し、ダムや、運河の水力利用で、世界的な静止の町となった、ホルヨークや、 世界初の水力発電を実現したアスペン鉱山を視察し、当初予定の水車動力を水力発電に変更し、毛上げ発電所を創設。この変更は、後の京都の近代産業家に大いに寄与した。1890年の第一疎水完成後、帝国大学工科大学の教授に任命されて帰京。同年、江本武明の売尺で、 北垣の長女静子と結婚。北海道庁長官に就任した北垣の要請で北海道全道に1000マイルの幹線鉄道敷設計画の調査に着手し、計画、建設に携わる。北緯35度00分30秒統計135度47分28秒北緯35.0082678度統計135.7910125度 35.008267835.7910125ありがとうございます。